ミスグランドジャパン2022ファイナリストのナス・マリアです。私にはロシアの血が入っています。この世の中でニュースを見ているとたくさんの悲惨なニュースが目に入ってしまいます。戦場の様子だったりロシアの非道な行いですが、私はもう少し違った観点で心を痛めてしまっています。ロシアにいる私の親戚はウクライナ人を助けるために送金をしたり行動を起こすことが許されていません。もっと難しいのは戦争反対と声を上げることです。最悪殺されてしまいます。身に危険が及んでしまいます。だからこそ私がここにいると思っています。戦争反対とプラカードを上げてロシアの危険を顧みずに戦争反対とプラカードを上げたロシア人のニュースキャスターや、毎日方法を考えながらお互いに助け合おうとしているウクライナやロシアにいる親戚の思いを私が世界に伝えたいと思っています。私の勇気で誰かの涙が止まるならいくらでも勇気を出します。この大会で声を上げることもそうですが、 SNS の投稿や毎日友達と一緒に話すこと、さらに私のお仕事である霊媒師、占い師、カウンセラーのお仕事で身近なところから周りに勇気や何か考えるきっかけを与えていければと思います。また私にはいじめられていた過去がありました。そのため自分の中身や外見に自信を持てていませんでした。私がこうして堂々とファイナリストのステージに立つことで救われる人が一人でも増えてくれたらなというふうに思っております。普段のカウンセリングでもそうですが、もうこんな私でもここまで変われたんだよ、だからあなたも大丈夫ってことをずっと伝え続けたいと思います。よろしくお願いいたします。